We are here. WA Radio. WA Radio. クリーは実る。皆さんこんにちは、栗岩実です、今回から、まあ私が会いたい人に会って話を聞くという酒場でラジオの新シリーズといいますかが始まりますが、その記念すべき第1回、私が今土曜日だけお世話になっている銀座の、バー銀座小屋のオーナーバーテンダーで山崎剛さんです。こんにちは。どうもこんにちは、よろしくお願いします。すいません昼から仕事前に。いえいえいえ、もう栗岩さんに言われれば朝でも来ます。そういう立場じゃないのでね、気をつけましょうね。まず山崎さんにいろいろ聞きたかったのは、まずふるさと、まあ、高知県から出てこられて、はい、バーテンダーとしてやろうと思ったきっかけとか、まあ、自己紹介も含めてしていただければなと思って、なんでこの仕事を選んだのかって。はい、まずはバーテンダーのきっかけ自体は、高知にいた時に友人がレストランバーでバーテンダーのアルバイトしてまして、まあ、彼大学生で建築の勉強してたんですけど、その代わりを見つけないと辞めれないってことで、それで、まあ、本人は一級建築士の資格取りたいっていうんで、なかなか身代わりになってくれる人がいないところで思いついたのが僕だったってところで。そうなんですか。それで連絡来て、ちょうど僕その時、まあぶっちゃけますけど、パチンコばっかりしてって生活してたんで、なんか仕事しよっかなって思ってた時に、当時 PHS が鳴ったんですよ。それでもう2つ返事ですよね。あ、いいよって。じゃあ何、バーテンダーというものになろうっていう力強い意識ではなかったわけね。いや、全くないですね。言っちゃった。はい。ただその時たまにバーとかは出かけてたんで、でも全然カジュアルなバーですよ。でそのカジュアルなバーでたまに手伝ったりしたことあったんですよ、その人がいないからっていうんで、だからなんかそのすんなりいけたんですよね。はい、入りやすかった。まあまあ、そうですね。多分経験なかったらやっぱりこういう世界って、確かになんかね、急に言われて2つ返事できないじゃないですか。できない。まあ、それがスタートで、でまあ高知で、まあそこのレストランバーで1年ちょっとやって、でその後もう東京に行くの決めてたんで、昼はフレンチレストランでアルバイトして、その後夜カジュアルなバーでバイトしながらお金貯めて、でまあ2年ぐらい高知で経験してから東京出てきたって感じですね。それは、高知で修行というか経験と、あとは資金的なものを作ってから東京に来た。まあとりあえずまあ比較的行き当たりばったり的な人生を若い時から送ってきてるんで、ただ高知のバーテンダー協会に所属してる、そのもともとカクテル大会とかも出てたイタリアンバーのシェフがいるんですけど、はい、そのシェフが、まあ、僕はそのアルバイトしてたフレンチレストランのオーナーと仲が良かったんで、いやなんかうちのアルバイトの男の子が東京でバーテンダーしたいって言ってるって話したら、その、まあ、僕の今の師匠にあたるスターバーの岸さんとつながりがあって、一応紹介状書いてくれたんですよ。あ、なるほど。はい、それで一応連絡もしてもらって、まあそれ片手に行ったって感じですね。じゃあもう東京銀座に来る、銀座に来るって決めてたってことですよね。決まってたというか。いやーでもそれだってまさかまさかですよ。その岸さんは知ってましたし、うん、有名ですからね。そうです。当時まあやっぱり、まあ関西だと大阪、うん、まあ東京だと銀座っていう感じで、うんうん、
あの、まあ、銀座と北新地ですかね、うんうん、っていう感じだったんですけど、うんうん、僕はその10代の時に大阪にやっぱりちょっと遊びに行ってた時あって、ちょっと距離近いんですよね、高知からだと、うんうんうん、それでやっぱ案外その友達とかも大阪に出た友達ってすぐ高知に帰ってきたりするんですよ。うん、いややっぱちょっと高知からもう中離れようと思って、うん、はい、なるほど、うん、そんな感じでしたね。うん、でいきなり銀座、六本木ではなく銀座だったんですね。ただすぐ働けなかったです、銀座で。まあいわゆる面接みたいなものをしに行ったんですけど、うん、まあのっけからもう僕田舎も丸出しだったんで、まあだってその時のスーツだって友達に借りてちょっとあんまり自分にフィットしてないスーツで行きましたし、うんうんうん、あとそのお金貯めるためにフレンチレストラン、バー、あとその土木作業員みたいなこともしてたんで、うん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 、もう顔も真っ黒に日焼けして髪ツンツン立てて、でもうほとんど土佐弁、はい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 、だから岸さんから君何喋ってるか全然分かんないとか言われて、あそう最初銀座で多分働けないよとか言われて、あそう、そんなスタートで、しかもうちの店は空きがないって言われて、そうか、空きないから東京って日雇いのアルバイトとかあるから食いつないでてみたいな、あ、そんな始まりだったんですね。はい、そうなんですよ、出てきたのに、ええ、へえ。それで半年ぐらい日雇いのアルバイトして、ええ、待てど暮らせど連絡ないんで、うん、でもう自分で探そうと思って、うんうんうん、それで新宿のお店見つけて、うん、で新宿で2年ぐらい働きました。ああ、そうなんだ。そうです。で銀座に帰ってきた、帰ってきたというか、その間にまあちょっとカクテルの催しとか、うんうんうん、あとカクテル大会とか見に行った時に、うんうん、岸さん見つけて挨拶しに行って、ああつながりは取ってたわけですね。いやでも最初久しぶりにお会いした時とか向こう全然覚えてないっすよ。あそう、誰みたいなじゃ一生懸命高知から出てきた土佐弁丸出しのみたいな、競輪選手の修行してた山崎ですとかっつって、なんかこう競輪っていうワードで思い出してもらってました。でもまあその師匠の岸さんからすると、まあ当時もうすでに超有名店でしたから、うん、で弟子20年ぐらい前、ちょうどそうですね。ね、そうですよね。はい、もう弟子になりたいっていう人いっぱいいたんで、うん、もうそのうちの一人だから全然それは覚えてないですよね。そうだよね。でもなんか 2,3 回挨拶したんですよ、新宿で働いてた時、うん、で一回飲みに行ったんですよね、それで、うん、まあその時にまあやっぱいいお店だなって思って、うん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 、でまた思ったらすぐ行動のタイプなんで、うんうんうん、もう飲みに行った次の日に電話してやっぱり働かせてくださいみたいなもうズーズーしいにも程があるんですよ。でもその辺の行動力は今でも変わってないよね、決めたら、まあサクッと。そうです ね, ね。それはすごい感じる。パキパキ決めて。ただその時もやっぱ、いやそんなすぐに飽きはありませんよみたいな話だったんですけど、まあ覚えてくださってて、なんかこう、ちょうどすぐ飽きというか、人が、まあ辞めたっていうか、それで連絡来て。はい、まあ、でもそれもご縁だよね。まあ諦めなければなんとかなるのかなと思いますよね。そうですよね。だって出てきて2年間空いてたわけでしょ、あもちろん予想で働いてたにしても。そうです、そうです。紹介状持ってたのに。はいね、だったら諦めて帰っちゃう人も多いわけじゃないですか。いやまあでもまあちょっとラジオですからぶっちゃけて言うと、その半年後ぐらいに岸さんに連絡したら、あごめん君の携帯の番号の紙なくなってて連絡しようと思ったけど連絡しようがなかったそうなんだ、それ本当の話。それだから新宿の店が決まった時に連絡したんです。いやおかげさまで決まりました、ごめんねとか言って、でも今思うと
ね、師匠だって別にそんなこと言わなくてもいいんだけど、この人、この方も、正直な方だな、そうね、そうね、確かに確かに確かによかったよかったとかって、ね、新宿決まってよかったとか言ってくれて、まあでもご縁はあったってことね。まあそうですよね。ね。ね。